はい、ファイアーエンブレム、仮説月ずつ絶対やっていきたいと思います。課題ですね。行きましょう。レベル17。オッケーオッケー。だいたいみんなでももうそれぐらいは、レベルあるんじゃないかな。涙のわけっていうこのタイトルがさ、団長どこです？団長を見なかったか？どうしたんだな。貴殿だけでも戻ったぞ。悪い、前の任務が長引いてな。おお団長、大変です。礼拝堂のあたりに魔獣の群れが現れたと知らせが。そんなバカな話があるか。城郭が破られたって報告は聞いてねえぞ。だから急ぎ確認に向かおうと。団長も行きますよね。当たり前だ。礼拝堂は俺とこいつが警戒と調査を命じられてた場所なんだよ。いやマジ、魔獣の群れって何？妙な話だが、その前に複数の生徒が礼拝堂の方に行くのを見た者がいるのだ。どうも様子がおかしかったらしいから、正気ではなかったのかもしれん。で、それより数刻後、魔獣がゾロゾロ現れたという話なのだ。やっぱ生徒側もなんか、魔獣が外から侵入したはずはねえ。もしかすると、まあ今は考えるよりも行動だ。お前はすぐに学級のガキどもを招集しろ。ったく、お前に話があったんだが、落ち着く暇もねえな。まあ別に急ぐ話でもねえ。俺は先に行ってるぞ。なんか大丈夫？フラグじゃないよね。なんか不安だな。でもなんかその生徒が実は敵なんじゃないの？その何人か見かけられたっていう生徒が、やっぱ生徒側にも入り込んでたんじゃないの？敵ね。そうだよね、名前のない生徒たちの中に悪者がいてもおかしくないもんね。いっぱいいるもんだってね。魔獣、うわっ、あ、違う、ほんとただの普通の生徒もしかして。めんどくさい、助けなきゃいけないじゃん。じゃあいや、めんどくさいとか言っちゃいけないんだけどね。分かってるけど、ちょっとめんどくさいよな。待って、ちょっと待って、メンバーがまず悪い。管にしようと。あ、待って、違う、副管設定。でも私ツリル君がいいちょっと位置悪すぎ。まあこうかな、とりあえず。こうでもいいかも。こうか。よし。間違えた。確かに魔獣どもが嫌がる。出所は礼拝堂と見て間違いねえだろう。どう見てもセンターを飾るべきじゃない方がセンターを飾っちゃってるよね。俺は礼拝堂に向かう。お前らは逃げ遅れた生徒たちを保護してやれ。助けてくれ！魔獣が、魔獣が！大体何であんたたちはここに来たのよ。魔獣め、こっちに来るな。どうさ、行けますよ。そう、微妙な位置にいるわね。受けるダメージとさ、与えれるダメージがやっぱ比例してないわよね。でも壁になってあげないと死んじゃうかもしれないもんね。待って、この魔獣強くない？不安の残る結果になりそう。私ですか？届かない。さあどうするんだ。宝箱がね、あるので、ちょっと取りに行かせます。ぼちぼち動くか。
届かねえよな。そうだよな、出しすぎかな前に。どうだろう、お手に行かせてくれよ。こっちヒルダちゃんやっぱ行った方がいいな。こっち行ってさ、参りましょう。支援でついて、うわ狙われる狙われる。一旦ここかな。焦らず戦おう。私ですか。難しいね。どうしようかな。いつでも行けます。私に任せてください。狙われる。そうでもないかな。とりあえずの火力は。シルバやべえな。ちょっと回復しないと。生徒を狙うなお前らは。あの魔獣、額に石みてえなもんが。ええ、やっぱり私あのモニカって怪しいと思ってたのよ。やっぱそうだったのね。許せない。癒しの杖、やっぱ彼女敵か。まあ、そうだよな。だっておかしいもんね、あのタイミングでさ、なんか見つかったのとかいろいろ考えてもね。どう考えたっておかしいのやっぱり。いいんじゃなかろうか。注意してくださいよ。全然ダメージ取んなくて泣きそう。悪い悪い。イグナーツくんどっち行く。そっち行く意味ないよな。二人でやれるもんな。いやでもこっち行くか。で、私この結構俯瞰システム好きだな。いいよね。一歩前進かな。かな。見えないんだけど。どうなったのかが見えなかったんだけど今。ちょっとクロード君。はい。正体は生徒だったか。しかし何だってこんなことが。生徒だったとかさ、攻撃しづらくない。嫌だな。なんかなんかちょっと嫌ね。なんか悪いね。ユダちゃん大丈夫？激しいわね。まあでもまあそうでもないわね。強いこの人。あの方強いわよ。
とりあえず大丈夫じゃん。とりあえずそいつを引っ張って、あ、待って、あ、待って、これさ、これさ、レオンに攻撃できた系じゃない？さあどうするんだ。できなかった。弓あるよね。とりあえずこれで、で、焦らず戦おう。OKOK。で、お手に行かせてくれよ。お手攻撃できないもんな。とりあえず前に出るだけね。私に任せてください。ぼちぼち動くか。私ですか。で、父さん、いけますよ。せい。え、なんか武器ダメかな、これ。なんの鉄の斧ダメ鉄の斧が弱すぎるのかしら。私ですか。いつでも行けます。届待って、でもここまで出すの怖いよなとは思う。ね、怖いよね。ありがとうな。ルダちゃん耐えてくれよ。あ、そっち行くそっち行くんだ。ヤバみじゃない？これ結構ヤバいでしょ。ミス異様に俺が狙われるのは何なんだろうね。あんま好かれたくないよね、こんなやつにね。あの子燃えてる、あの子燃えてるわな1回だけそこでそんだけ回復できるってこと。じゃあおでで倒そうか。狙ってんじゃねえよってね。まだまだでかくなれそうだぞ。怖かったよ。絶対お礼しますから。言ったからね、私お礼待ってるよそっち行ってあげないとやばいよね。チームが、ごめんね。ムナーツくんがまず、あ、ダメだ。イルダちゃんだな、やっぱりな。もうめんどくさいな。やー、強い。さすがです。なんて頼もしいんでしょ。ありがとうございました。逃げ遅れた友達も無事でしょうか。それはちょっと分かりかねるわねって。分かってるのにそういうこと言う。ね、こっちから行くのなんか遠くない？なんか。マリアンヌさんは。することがないわね。いや強すぎん、びっくりするんだけど。え、マ
ジでど根性って感じ。あ、やばいやばい。よし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 。クロード君。この時を待ってた。はい、お疲れさん。気合入ってるな。すみません。危ないところでした。助かった。ありがとうございました。今ありがたいんだけどさ、結構簡単だったね。礼拝堂には何の痕跡もねえか。だがルミール村の件と無関係とは思えねえ。おそらく奴らが。待ってください。ああ、まだ逃げ遅れた生徒が残ってたか。さっさと戻んな。はーい。うざいんだよね、おっさん。私の素敵な計画を邪魔してくれちゃってさ。さっさと戻んな。はーい。うそ。お前には果たしてもらわねばならぬ役目があるのでな。すまんな。これ以上一緒にいてやれそうにない。初めて見るお前の涙が俺への手向けとは、嬉しいやら悲しいやら、ありがとうな。最悪。やっぱだからあの女怪しいと思ってたのよ、あいつ。ここはジェラルトの部屋か。本当に亡くなったの？お主まだ泣いておるのか。最悪。時を戻す力をもってしても救えなかったとあらば、もはや定めと諦めるほかあるまい。いや、もう必ず撃つよ私は。あの邪悪なる者たちをこのまま野放しにしておくわけにはいかぬ。そうじゃ、ジェラルトが探せと言うておったのはその棚の裏ではないか。これはジェラルトの日記のようじゃ。顔に似合わずちまちました字を書きおる。見よ、これはお主が生まれる前じゃろ。ずいぶんと前から書いておったのじゃな。ん？そこを読んでみよ。1159年、角弓の節。角弓の節、二重の日、曇り。あいつの死がまだ現実のこととは思えない。子を産む際にあいつは命を落としたとレア様は言っていたが、本当にそうなのか。そしてあいつが自分の命と引き換えに産んだ赤子は産声さえ上げようとしない。角弓の節、
25の日、雨。相変わらず赤子は泣きも笑いもしない。レア様は心配ないと言っているが、泣かない赤子なんて普通じゃないだろう。こっそり医者に見せると脈は正常だが心音が聞こえないなどと抜かしやがった。飛竜の節2の日、晴れ。赤子を連れてここを出ようと思う。だが赤子には教団の監視がついている。レア様が何を考えているのかわからない。あれだけ素晴らしい方だと思ったレア様が今では恐ろしい。飛竜の節8の日、雨。昨日の火災を利用して赤子が死んだことにした。レア様は異様なまでに焦っている。だが後戻りはできない。俺がこいつを連れ。赤子とはお主のことか。とするとん、誰か来たようじゃ。やはりここにいたか。よもやジェラルト殿が。我が団長がこのようなことになろうとはな。あのお方は貴殿のことを何よりも大事に思っておいでだった。不器用な方だったからな。貴殿への愛情を直接伝えるのは照れくさかったのだろう。こうなった以上、今後はこのアロイスが団長に代わり貴殿を守ると約束するぞ。すまぬ、このような時に長話などするものではないな。レア様が貴殿を呼んでおられる。それを伝えに来たのだ。ではまたな。ここに来れば日記はいつでも読める。残りは後でゆるりと読むがよかろう。じゃが、そうか、わしには一つ分かったことがある。わしがお主と共にあるのは、おそらくは。待っていましたよ。誇り高き騎士を失ったこと、私も哀戚の念に耐えません。私にとってジェラルトは長年の同志であり友でもありました。とても昔とだけ言っておきましょう。その頃ジェラルトは王国の兵士でした。戦場で傷つき命の灯火が消えかけていた彼を私が助けたのが最初の出会いです。以来セイロス騎士団の一員として聖教会のために尽くしてくれました。彼はガルグマクで一人の修道女に出会い、やがて二人は愛を育みました。修道女だったんだね。しかし彼らの子が生まれるのと引き換えに修道女は命を落としてしまったのです。彼女は我が子と自分の命を天秤にかけ、子供の命を救うように私に託しました。彼はその事実を受け入れられず、赤子をあなたを連れて突然出て行ったのです。それはあなたの母親は私の。お話し中のところ失礼いたします。レア様、急ぎお耳に入れたきことが。空気読んでアロイス。周辺を張っていた騎士団からの報告になります。今日はもう下がりなさい。今は体を休め、心を静めることのみに専念するのです。いいですね。ちょっと私はな、赤髪の女を許さないからね。本当に悪いけど、もう最悪。本当、白雲の章、守護の節、女神の行方。守護聖人セイロスはかつてのこの季節に姿を現した。フォドラ中で巻き起こる戦火に心を痛めた天上の女神が遣わしたのだ。セイロスの頭上では
白き者が翼をはためかせ、戦いに赴く彼女らに文字通り追い風を送ったという。なんかさ、エーデルガルトさんってさ、あの子とね、仲良くしてなかったら大丈夫？いやでも彼女が敵はないよね。いやなんかもういろいろ疑っちゃうよね。うん、まあでも穴鏡女はやっぱり最初から私怪しいと思ってたわよ。にじみ出る怪しさだったわよ。うん、1157年火寒の節、五の日、晴れ。今日はあいつのために花を摘んで帰った。美しい花を抱えて喜ぶあいつの笑顔は花よりもさらに美しく。やめじゃ。お主が生まれる前の日記はどこまで遡ってものろけばかりじゃの。いいじゃない。お主には感慨深かろうが、わしは付き合うておられぬ。誰か来たぞ。情けない顔をさらしたくはなかろう。おれ、シャンとせい、シャンと。先生、やっぱりここにいたか。しけた面には違いないが、いつまでも涙に暮れて膝を抱えてるようなあんたじゃなかったか。少し安心したよ。で、何を読んでたんだ？それはジェラルトさんの日記。なるほど、そのようだな。もしやジェラルトさんが修道院を出たあたりの話も書かれているのか。そうか、あの人は騎士団長でありながら何らかの事情で修道院を出たんだよな。その事情が先生の出生に関わってるなら、教団の秘密にも近づけるかもしれない。先生、その日記を俺にも読ませてくれないか。あんたにとっても大切なもんだろうが、頼む、俺に貸してくれ。いいよ、貸すよ。恩に着るよ先生。断られたら夜中に忍び込まなきゃならなかったところだ。貸してくれた礼ってわけじゃないが、ここ最近の情勢を教えといてやろう。レアさんは騎士団を各地に派遣して血眼で敵を探し出そうとしてるよ。すでに何か情報をつかんでいるって噂もある。近いうちに大きな動きがあるはずだ。もしも敵の居場所が分かったとして、あんたはどうするつもりだ？俺は、あ、いや学級のみんなも、あんたが手を貸せと言うなら喜んで貸すだろう。それがレアさんの意向と違ってもだ。一応覚えておいてくれ。みんなあんたのこと心配してる。早く元気なとこ見せてやってくれよな。やっぱりアレス様が助けてくれるなんて、もうめっちゃ感激。え、キモい。やっぱこの子なんかちょっとなんかね、ちょっとペルソナが多すぎるのよやっぱり。お主が死ねば我らの身の神秘が暴かれる。それを防いだのみ。大体あんた誰よ。黒目ないの不気味だからやめてくんない？それにお主には残っておろう。やらねばならぬことがな、クロニー。もちろんソロンと協力してやるよ。任せといて。あ、もうなんかもうモニカですらないのね、あんたはね。それそうだよね。うるさいやつだ。ほんとそれね。お主には煩わしかったか、エンテイよ。目を離せぬのだから致し方あるまい。お主は我らの最高傑作。汚れた獣の血を焚き火とし、神をも燃やし尽くす炎なのだから、今こそその力でフォドラを洗い流す時。それこそが我らの救いとなる。ダスカーで、アンマリで、むごたらしい行いを繰り返してきた貴様らに、果たして救いなど来るかな。全てはお主が力を得るためにやったことではないか。
なんだろう、別にもうタレスなんかどうでもいいのよ、私からしたら。あの女よ、あの女。ほんと許さない、私。な、何飲みたいの。招いていただき、ありがとうございます。すごく丁寧でいいですね。うん、いい香りですね。私、このお茶が好きです。ありがとうございます。あ、なんかいいね。なんかのどかだよね。落ち着きますね。はい。猫。はい、よし。え？ときめいてる？あ、ときめいてないみたい。ごめんなさい。ごめんなさい、ちょっと。修道院のあたりは暖かいですし、土地も豊かで、正直羨ましいです。よし、いいんじゃない。うん、煮詰める。そうですか、先生。まあ、どうしたのです。お、少し熱い。すごいよねこれね、この機能すごいと思う。え、どうでしょうか。え、どうでしょうか。まあ、先生、なるほど。先生、先生、先生。お、少し結構良かったんじゃない。先生、おかげで楽しい時間を過ごせました。いや、あんなことがあった後だからやっぱいいよね。これぐらいなんか平和な時間がないとやってらんないわよ。あー、暗い。まあそれでもしょうがないよな。この状況でイエーイなんて言ってらんないもんね、そりゃ。はい、ということでですね、一旦今回はこの辺で終わろうかなと思います。次回ね、何かいいことあればね、いいんだけど。上級いけそうな人はいないみたいですね。馬乗らせてあげてもいいんだけどね。ユニコーンじゃん。ペガササナイトだ。そういえばさ、踊り子ってどうなったの？ないね。踊り子ってどこにあるの？通信失敗しないで、さっきから。まあでもいっか。はい。ということでですね、今回はこの辺で終わろうかなと思います。なんかでも赤いびっくりマークあるね、ここね。なんだろう。じゃあとりあえず今回これで終わりたいと思います。バイバイ。